さてと、これからどうしよっか。美味しいものでも食べに行く？私は一旦研究員に戻るわ。雲量谷の異変、無音区の復活、頻発する怪食現象、これらの異常な状況について報告しないと。天帝への報告は私に任せてください。ついでに漂白者さんの謁見の手続きもしておきます。今週は政治の中心地であり、類所の所在地です。天帝は今週の監守の役割を担う、いわば都市を機能させるための用地です。なので霊院様に謁見すること自体はそこまで難しくはないのですが、正規の手続きが必要となります。中枢信号塔を登録してもらいたいし、私が漂白者を案内するよ。それが終わったら適当に近くを見て回ろっか。今週に初めて来た人を変帝に突っ立たせておくわけにはいかないでしょ。それに1秒でも退屈されたら私ら今週民のおもてなし精神に反するよ。では私は謁見の手続きをしてきます。しかは変帝まで漂白者さんの案内をお願いね。うん、任せて。後で共鳴医療科にも話を通しておこうと思うのだけれど、身体状況を考慮するとあなたは全体検査を受けるべきよ。謁見が終わったら研究員に来て。主に検体、病変によるリスクの排除、そしてバイタル情報と身体データを監視し記録する。得た情報やデータは全て分析研究に利用させてもらう。もちろん勝手には使わないわ。全てあなたが同意してくれたらという話。それじゃあ早速。ほら、もたもたしないで。漂白者を案内したい場所はたくさんあるから。獅子舞、ヒーローショー、摂取所、憲法試合、それに美味しいものも数えきれないほどあるんだ。今週上にないものはない。の味方しかここに参上。の中枢信号塔に到着。今週最大のサーバー、集約センターみたいな感じかな。私も人に説明できるほど詳しくないんだけど、まあつまり大型のナビゲーションシステム、防衛システム、それと地域インフォメーションセンターを兼ねてるってとこかな。今まで見てきた信号塔は全部小型のだから、中枢信号塔の方がすごいんだよ。でも信号塔間ではデータが共有されていて、信号塔を登録すればマップ情報がデバイスに同期されるんだ。便利でしょ。デバイスをそこに置けば登録完了だよ。
手続きを済ませました。いつでも謁見できますよ。しか、漂白者さんをこちらに案内してくれる？行こう。だから私が例の重要な客人だって。こんなにぎやかな閉店初めて見たよ。私もびっくりしました。閉店にこれほどの一般人が集まっているなんて。はい、ここにいる人たちも謁見を申請したようですが、すでに却下されたみたいですね。おお、さすが漂白者、自信がすごい。でもまあ正直疑いようがないよね。レイン様が言ってたこと全部当てはまるんだもん。できるよ、ライブじゃないから。漂白者さん、何か思いついたんですか？つまり？漂白者さんが何を考えているのかは分かりませんが、とにかく一度会ってみてその目で確認した方がいいと思います。そうそう、私もよく分からないけど、レイン様の目的が何であれ会ってみないと分からないじゃん。重要かどうか、特別かどうかなんてのはどうでもいいんじゃない？一攫千金のチャンスでもない限りは。それでもやはり空白だらけの記憶しかない状態で見知らぬ街にいるというのは不安に感じますよね。漂白者さんはなくした記憶についてどうお考えですか？なるほど。漂白者さん、まずはレイン様と会ってみましょう。そうすれば何かわかるかもしれません。謁見は同行が認められていないので、私とシカは外で待っています。あなたの帰りを。うんうん、すぐ近くにいるから、何かあったら大声ではダメか。外からは聞こえないもんね。変態で騒ぐのも厳禁だし。私が例の重要な客人だって。こちらにどうぞ。どうぞおかけください。では少々お待ちを。
お待たせして申し訳ございません。はじめまして、レイン近衛のサンカと申します。現在レイン様は偏邸を離れておいてですが、出立前にあなた様へ贈り物とある印をご用意されました。本日はそちらをお渡しします。レイン様曰く、言葉で説明せずともその印が指す場所にあなたが求める答えがあるとのこと。期限は3日、それまでであればレイン様に必ずお会いできます。3日というのは長くてもという意味です。レイン様がご自身で指定されました。ですが3日以内であればいかなる形であってもお会いできるかと思います。レイン様に代わり感謝申し上げます。あなた様のご好意は必ずやレイン様にお伝えいたします。我々はあなた様の助力を求めています。しかしこれはお願いであり命令ではありません。そしてこの時間での問題でもありません。我々はただあなた様に事の全容を把握していただき、その後で助力いただけるかどうかを判断していただければと思っております。申し訳ありませんが、私の口からお答えすることはできません。しかしレイン様もあなた様とお会いすることを望んでおられます。申し訳ありませんが、現時点ではより詳細な回答をすることはできません。しかしレイン様はお一人で遂行しなければならないことがあり、あなた様との面会をずっと心に留めておられます。あなた様の来訪される時間が予測できなかったため、このような方法となってしまいました。それとレイン様は、印はただ謎解きをするためのものでなく、証拠や合図となるものだとおっしゃっていました。また事態が急を要したとはいえ、このような曖昧で複雑な方法でしか伝えられず申し訳ないとも。しかしあなた様の存在と情報はあなた様が思っているよりもはるかに重要なものなのです。レイン様はここにはおりませんゆえ、それにお答えすることはできません。ですがあなた様は特別です。その者たちとあなた様の違いは何なのかということですね。私の目には生き物の周波数が映ります。いや、むしろ周波数しか映りません。あなた様はレイン様と同じ周波数を持っています。歪みのないありのままの姿です。この世に存在しているあなた様本来の姿です。それはそれぞれ違いがあります。デバイスを貸していただけますか？私の配慮が不十分でした。巡礼所などの公共機関の連絡先をあなた様のデバイスに登録しておきます。私も偏邸にいますので、何かあればご連絡ください。通行権限の認証にはデバイス操作が必要です。また探索モジュールを最新版へアップグレードさせていただきます。これはレイン様からの指示ですので。探索モジュールを最新版へとアップグレードいたしました。これによりスキャン、オブジェクト操作、鍵縄などの機能が使えるようになります。
またあなた様の通行権限の認証につきましても、デバイスコードを各関口と信号塔に送信しましたので、担当者にデバイスコードを提示、もしくは信号塔を登録していただければ通行できます。要は今週各地を行き来するためのフリーパスのようなものです。はい、変態も含め自由に出入りできます。また失礼ながらお尋ねしますが、宿泊される場所はお決まりですか？もしまだでしたら、レイン様が変態内に手配された部屋をご利用ください。ご利用の際は私にお声掛けください。お部屋までご案内します。わかりました。では私はここでお待ちしています。結構時間かかったね。もしかしてレイン様結構話が長いタイプ？レイン様今は変態にいないのか。確かに。次々と蘇る無音句、あまりにも強大な残像、そしてレイン様の不在、あと謎の漂白者。今週はどうなってしまうのでしょうか？漂白者の言う通り。ラー油豆腐、今週ごったに肉のピリ辛炒め。ああもうお腹空いたよ。あ、でもこれから白紙と合流するんだっけ？この3日間漂白者さんには何か計画はありますか？そうだね、急がば回れだから、まずは城内でブラブラしよう。手がかりなんて急にひらめいたりするかもしれないし。物に隠されたメッセージか。レイン様なんでこんな回りくどいことしたんだろう。つまり？初めからレイン様は例の重要な客人が情報を解読できると確信していた。でも漂白者さんは記憶を失っていますし、それともレイン様には何かその客人に気づいてほしいことがあるのでしょうか？漂白者さん、レイン様に渡された印を見せてもらえますか？なんか思ったより小さいね。特別なところは見当たらないけど。これは小型の日時計でしょうか？太陽の光でできる影から時刻を計測する装置です。しかし一般的な日時計の目盛りは24。季節や月の表示がある場合もあるのですが、この日時計の文字盤はそれとも少し違うようですね。この日時計の文字盤は本来24あるべきの目盛りが十二支によって12に分けられています。それと4つに区分された目盛りに四神獣が書かれていますね。散歩コートには青龍、白虎、朱雀、玄武は天の指令たり、持って四方を正す、王者は吸血、電覚を制するに法をここに取るなりと記されています。一般的に青龍は東方、白虎は西方、朱雀は南方を表し、玄武は北方を表
表すのですが、時間と方位を示す日時計。しかし日時計は実際の時間とは多少ずれがあるものですし、太陽光がなければそもそも使えません。わからん。これはマンゴスチンですね。今週では輸入品しか手に入らないのですが、近くの市場で売っていますよ。ですが常に販売されているわけではありません。今週はしばしば残像潮が発生し、戦闘も頻繁に起こる場所なので、そういった交易路が遮断されてしまうことがあるんです。この葉っぱの色変わってるね。なんて名前かは知らないけど、もしかしたら何か感知できるかも。無理でした。気のせいだったかも。いえ、本当に私の気のせいです。私にもこの葉っぱの名称は分かりません。ごめんなさい、漂白者さん。丸っこい。子供の頃に食べたことある。まさに飴玉って感じ。でも今じゃあまり見ないよね。もう流行ってないのかな。懐かしい。これとても甘いんですよね。子供の頃注射が苦手だったのですが、注射を終えた後に看護師さんからご褒美としてこのような飴をもらいました。でも一体どういう意味なのでしょうか。これらの印、特に飴玉に対しては私もしかも子供の頃の思い出がありました。漂白者さんはどうですか。飴といえばお菓子。お菓子のことなら今週の子供が一番詳しいんじゃない。行こう。過疎研究員までまだ距離があるね。ここは私と勝負だ。もちろん走りでな。前に常備機能をインストールしましたよね。その中に探索モジュールという項目がないか確認してみてください。デバイスにある探索道具を選択して、そんで鍵縄を選んでおけばいいんだって。翼の英雄を目指すんならこういった技も身につけないとな。早速試してみてよ、漂白者。ちょっと待ってね。何かあったみたい。うんうん、聞いてるよ。え、いつ行方不明になったの。大丈夫、焦らないで。すぐそっち向かうから。あ、仕事のこと忘れてた。もう時間やばいじゃん。ごめん、これから仕事に行かないと。終わったらまた合流しよう。何か急用があったら私の名前を大声で呼んで。さすればこの翼の英雄が颯爽と舞い降りる。ダメダメ、やっぱ今のなし。これ以上食べてたらさすがにまずい。もう行くけど2人で大丈夫。何かあったらすぐ知らせて。はいはい、行ってらっしゃい。私がいるから何も問題ありませんよ。漂白者さん、中へどうぞ。
の返信はないですね。実験中でしょうか。そちらにいる方は安全課所属の黒石武器の専門家モルトフィーさんですね。以前白紙から聞きました。白紙を呼んでもらおうと思ったのですが、今はちょっと間が悪かったですかね。モデルについて、それは本当に聞かなきゃいけませんか。どうした。何か私にできることでも。ございますか。すみません、少しやりすぎたかもしれないですね。モルトフィーさん、私たちは喧嘩を売りに来たわけではないんです。私たち白紙の友人でして、彼女に用があってですね。なるほど、そういうことでしたか。お気を悪くさせてしまいすみません。いえいえいえ、とんでもないです。約束もなしにお邪魔したのは私たちの方ですので。白紙さんならデータ分析室にいるはずです。しばしお待ちを。呼んできます。ありがとうございます。この方が安全課のモルトフィーさん。ネオユニオン出身の方で、数年前から過疎研究員に勤めています。科学研究においてとても造詣が深い方なんですよ。先ほどのように怖い印象を受けることもありますが、本当は思いやり深い方だと聞いています。歯科の話によると、モルトフィーさんは子供たちの間では大人気だそうです。何でも子供たちの要望ならどんなおもちゃでも作ってくれるとか。来ていたのね。分量谷のサンプリングデータなら現在分析中。本日中には結果が出るわ。漂白者の身体検査用の機器についてもすでに手配済みよ。それで変帝への旅、何か成果はあった？白紙はどう思います？飴玉については多少分かっていることがあるようだけれど、まだ検証の余地がありそうね。可能であれば全ての印に対して構造の破壊を除く検査と測定を行うべきよ。データは嘘をつかないから。日時計以外は反響下で検査と測定ができるわ。測定には放射線測定機器を用いるから、黒石研究の責任者へ申請を出しましょう。彼が黒石研究の責任者の一人よ。ここで待ってて。何か注意事項があればあらかじめご説明を。これより対象物の回収および約20分間の測定を行います。結果と分析の報告を行う場所は、部屋を出て右に曲がったところの測定室です。時間になりましたらそちらまでお越しください。特に変わったものはないようですね。君たちは幼い頃にこの飴玉を食べたと記憶しているようですが、私には見た覚えすらありません。ええ、私はネオユニオンの出身です。これは交流特有のものということですか。私は看護師さんにこの飴玉を渡されました。病院での出来事、もしかして。おそらく何かしらの薬物ね。飴玉の形にすれば子供受けがいいということでしょう。白紙さん、交流人の研究員であるあなたならとっくに見当がついていたのではないですか。それでも検証は必要。成分の分析報告とデータがないと結論には至らない。そうですね、私も同意見です。
ならばデータを持って推測を検証しましょうか。検査と測定には時間がかかるわ。他に用があればそっちを優先して、結果が出次第また連絡する。漂白者さん、研究員で待ちましょうか。別にいいけど、後で私のところに来て。身体検査があるから。検査機器は全て調整済みよ。これからあなたの身体状況と共鳴周波数における異常の有無を検査する。準備できたら始めましょうか。無感謝を再現してみて。お、なるほど。加えてあなたのデバイスに無感謝のデータはない。あなたの体が無感謝を吸収したという推測と辻褄が合う。無感謝の周波数エナジーはあなたに飲み込まれた。跡形も残らずにね。でもその仕組みはさっぱりわからない。まるであなたの体の中に周波数エナジーを吸収する機構が別にあるみたい。化け物の定義がわからないけれど、一般的に周波数エナジーの異常がもたらす危険といえば、オーバークロックと呼ばれるものがある。共鳴者の精神と能力に過負荷が加わることによって引き起こされる症状。要は周波数エナジーの漏洩よ。でも交流ではオーバークロックのリスクを個人単位で検知する体制が整っている。あなたの波形グラフは高い安定性を示した。今まで見た誰よりもね。したがってオーバークロックのリスクが極めて低いと言っていいわ。だからしばらくはそのリスクについて考えなくても大丈夫。端的に言えば、あなたの体にはもう一つの空間、あるいは生き物がいる。宇宙を秘めている。いい得てみようね。どうやら実践で検証するしかないようね。そのまま動かず、デバイスをしっかり握りしめて。が作った疑似ソノラ、私とヤンヤンがサポートするわ。いつも通り残像と戦ってみて。消えろ。これも音の力ね。聞け。ふっ、はっ、ふっ、宇宙の同調。でい、や、はい、はっ。本当同じね。あなたの体に無感謝の影響は見られない。至って正常よ。より詳細なデータが欲しい。次はもっと負荷をかけるわよ。一気に行くよ。これも音の力ね。やっ、海を刃に吸収。宇宙の同調。周波数エナジーに乱れがない。これもあなたの共鳴能力ではないみたいね。検証が必要。これで終わりよ。回収完了。前方の出口から戻ってきて。聞こえる。通信が急に途絶えた。どうも様子がおかしい。もう一回出口に行ってみよう。また戻ってきた。それにこの月は一体。あれ
漂白者さん、漂白者さん、はあ、よかった。白紙、さっきのは一体、急に通信が切れるなんて。漂白者、疑似ソノラで何が起こったの？もっと詳しい情報が欲しい。鎌を持つ巨大な残像、無感謝ではない。おそらくそれ以上に強力な残像ね。これは疑似ソノラの稼働開始後初めての事例よ。ソノラは特定の場面を完全に再現できる。客観的に、いいも悪いも全て。そして研究員が開発したこの疑似ソノラはソノラと同じ構造的特徴を持っている。これが異常周波数の混入を防げない理由。つまり可能性として考えられるのは、あなたが異常周波数に影響を与えた張本人だということ。ソノラに入った時のあなたの心境、もしくは記憶が反映され、ソノラ自体が再構築された。どうもあなたの内面に関わる部分が多いよね。ソノラに発生していた異常が漂白者の無意識と共鳴したのか、それとも元から漂白者の無意識でできていたのか、すぐに結論を出すことは不可能ね。ソノラの動作確認は改めて行うわ。とにかく身体検査だけ見ればあなたは健康そのもの。全項目の指標が規定値を満たしていた。でも何か異常を感じたらすぐ私に連絡していい？阿蘇研究院所属、略史よ。この出会いの意味を見せてもらいましょう。預かっていた日時計をお返しします。モルトフィーさん、測定の結果はどうでしたか？結論から話します。この中は空洞です。ほら、軽く叩くとそれっぽい音がするでしょ。またこれは精巧に作られた春望という補助継ぎの機構であるということも分かりました。他に機器の測定結果から判明したのは、空洞の中に小さな巻物のようなものが入っているということです。ただし今はあるパーツが欠けています。適合するパーツがあれば表にある2つの回転盤らしき構造を動かすことができるでしょう。飛行術は私の専門ではないのですが、根底にあるものは私の専攻である黒石武器とある程度共通しています。これが黒石武器であれば測定に20分も要しませんよ。とにかくパーツを取り付けて正確な位置まで回せばからくりが解除されて中にあるものを入手できるはずです。ですがパーツがどのような構造をしているかまでは解明できませんでした。単純明快ないい方法ですね。内包物が破壊されるリスクを度外視すればの話ですが、着信が入ったので少々お待ちを。どうされましたか？耳が早いですね。ええ、確かに美しいデータですね。いいセンスです。そこまで言うのであれば。漂白者さん、なんだかモルトフィーさん顔つきが柔らかくなってませんか？まだ組み立てのお願いはしてないのに。完成までもうしばらくかかるみたいですね。漂白者さん、少し時間を空けてまた来ましょうか。
君の言う通りですが、とっくに知れたことです。うん、それは考えていなかったですね。君のアトリエ？あの足のやり場もない場所ですか？そこまで言う必要があります？ないでしょう。お待たせしました。日時計の話に戻りましょう。この日時計の内部には二重の入れ子構造が仕込まれています。つまり欠けたパーツを同時に2つの層にはめる必要があるということです。また全体の状況も考慮に入れると、入れ子の溝を埋める指針に下向きのオートロックを追加する必要があります。設計図は私が作成します。組み立て用のパーツは総理のアトリエにあります。すでにそちらへは連絡してあるので、取ってきてくれますか？分かれて行動した方が効率がいいでしょ。それと私は総理のアトリエに二度と足を踏み入れたくありません。あんな場所、想像しただけで頭痛がする。環境の話であれば私も同意見です。あの混乱に満ちたカオスでも捜索を行うなど、逆さの譜面を見ながら演奏するようなものです。では漂白者さん、行きましょうか。あれだけ言われたので、かなり覚悟をしてきたのですが、モルトフィーさんが言うほどひどくはないような。まあ確かに立つ場所に困るという点はその通りでしたけどね。多分これですね。重そうです。さあモルトフィーさんのところに持っていきましょう。漂白者さん、危険な行動は控えてください。モルトフィーさん、パーツの箱を見つけました。どれどれ。こちらも検査の結果が出た。このマンゴスチンは何の変哲もない普通の果物よ。このままでも食べられるくらい普通の無毒無害なものだった。紫の葉っぱの方は非常に軽微な残像周波数が検出された。それに相殺されていて見えづらいけど、二つの周波数が共存している。どちらも滅多に見かけないものよ。また検出された周波数は拡散状だったので、残像の接触による残留の可能性は極めて低い。普通の葉っぱでもなく残像の擬態でもない。過去のデータを照合すると会食の影響を受けた地域のものと推測できる。会食は悲鳴後に発生した異変に対する総称です。無音区をはじめ天空海、疎開雨、重力喪失、アリシヒには起こり得なかった異変のことを会食現象と呼びます。そして悲鳴は全ての異変の元凶となるものです。飴玉については成分分析で飴ではなく蛍光のワクチンであることが判明した。このタイプのワクチンは低温保存したところでせいぜい2年しか持たないのだけれど、これは期限切れから20年も経っているわ。20年も前のワクチンですか。この飴玉、20年ほど前に本州で子供たちの間で流行した疫病と関係しているのではないですか。飴玉タイプのワクチンなら院内の公衆資料室にはアーカイブがあるはず。でもあそこは資料の分類方法が特殊だから、先にロビーにある情報デバイスで棚を調べてから行った方がいいわ。モルトフィーさん、組み立て完了。これが日時計の元の姿です。もう回せますか。はい、
正しい方位と時間の情報を入手し、指針をそれに合わせればからくりが解除されるはずです。知事と師匠、転換知事は光竜特有の数詞ですね。主に歴法や算術、順序を示す際などに使われていましたが、今ではあまり使われていません。一体これで何を伝えようとしているのでしょうか。命名規則ね。これは高蘭類社の構築にも使われた、古から伝承された伝統的な方法だから、今でも交流の大多数の図書館で分類や索引に採用されているの。院内の公衆資料室でも十二支を用いて資料の分類をしているわね。ありました、羊の列です。羊、漂白者さん、この列です。写真が2枚ありますね。本州が一行政区画として設置されたのも羊年ですよね。数光子前の羊年で、確か偏帝と過疎研究院の竣工も同じ年だったと思います。本州は雲稜谷の戦いをきっかけに設置されました。記述にのみ残されたあの強大な残像、無感者によって引き起こされた戦いです。漂白者さん、飴玉の情報について、漂白者さんはどう思いますか。日時計のからくりを解除するための情報は、飴玉の手がかりを追うことでその一部を手に入れることができたというのが今までの流れだったね。つまり一つの印から複数の目的地へたどり着くことも可能、また一つの目的地で重要な情報を複数入手できることもある。レインが私に会いたい理由は、伝えたい情報があるから。私が彼女に会いたい理由は、知りたいことがあるから。しかし彼女の伝えたいことと私の知りたいこと、この二つが同じとは限らないし、印から得られる情報はどちらにもなりうる。幾重にも絡まる情報の網は私たちを迷わせた。彼女の時間が限られていたため、一部の表面的な情報しか用意することができず、答えへの道筋が不明瞭になってしまったか。あるいはこれまでの調査は全て彼女の手のひらの上の出来事であり、簡単に入手できた情報が実は、つまり彼女には真意を知られたくない人がいて、その人物を遠ざけようとしている。今週の中に敵が潜んでいる。ヤンヤンなら伝えたい情報を
伝えたい人に届けるためにはどうする？私なら強調します。本当に伝えたい情報を何度も仕込むようにして。お仕事を終えた私が来た。どう？漂白者の体の具合は。白紙によると健康そのもので異常はないんですって。印についても少しずつ分かってきたところです。至って普通の一日だったね。強いて言えば陳皮おじが長さんちの猫とぶつかって転んじゃったとか、ワンちゃんが通行人に吠えるって苦情があったからちょっと行ってみたとか、あと失踪届が一件あったかな。ちょっと調べてみたけどどうもあんたとは関係ないみたい。明日直接届出人のところへ行っていろいろと聞かなきゃ。そうそう、あんたのデバイスも検索したけどやっぱり引っかからなかったね。履歴にあったのは今日一緒に登録した一件だけで、そんなこんなで退勤時間になったってわけ。そっか、そんなにつまんなかったのか。ってそれ普通の生理反応じゃん。まあでも美味しいもん食べに行くって約束したしな。明日私の出勤前にみんなでパンファ食堂に行こっか。あとはもうお家に帰って寝るぐらいかな。それともこれから何かしたいことでもあんの？霧のいいところで切り上げなさい。ワークライフバランス大事。あの漂白者さん、今夜泊まる場所はありますか？漂白者さん、私の家に別棟がありますのでよろしければそちらに。忘れたのか？漂白者変態に招待されたって自分で言ってたよ。もうこのままダラダラしてたら朝になっちゃうよ。今日は漂白者を部屋まで案内して、あとは明日の私たちに任せよう。